うわぁ、ラテって本当に可愛い。ありがとう、ラテ。私ラテ大好き。よしよし。私もラテ大好き。本当に可愛いよね。よしよし。はぁ、多分、私が一番、この世界で一番ラテのこと好きだと思うんだ。ちょっと待ってよ。この世界で一番ラテのこと好きなのは私の方だって。私の方だよ。私。私。私。キュアグレースとキュアスパークルがラテのことで喧嘩してるラテ。どうしたらいいラテ？あ、そうだ。いいこと考えたラテ。二人とも話を聞いてほしいラテ。何？どうしたの？あのね、紙とペンを用意して。ラテの絵を上手に描けた方が、ラテのことを好きっていうことにしてほしいラテ。なるほど、お絵描き対決ってことだね。よーし、ラテの絵可愛く描いちゃおう。まずは私からラテの絵を描いていくよ。ラテは、こんな感じのお顔だよね。そして、ここにハートがあって。こんな感じのがあったかな。頭には、リボン。で、お耳は、髪の毛みたいに、ふわふわなお耳。かわいい。お耳はクリクリのお目々だよ。ここにもリボンがあるよね。感じだったかな。うん、かわいい。そして色はカフェラテみたいな色なんだけど、持ってるペンでちょっと薄い茶色ないからこの茶色にしちゃおすごい健康的なラテになっちゃったね。真夏のラテって感じ。頭のリボンはピンク色。ここもピンク色だよね。ここは赤でぬりぬり。この部分は黄色で塗って、ここはブルー。お目目の部分は黒。うん、かわいい。超かわいいラテの出来上がり。
どう？可愛く描けたと思わない？可愛く描けてるなと思ってくれた人はグッドボタンを押してね。キュアグレースはどんなラテ描いてるんだろう。ちょっと見に行っちゃおうっと。よし、可愛いラテの絵を描いて、私が世界でラテのこと一番好きって認めてもらうんだから。確かラテってふわふわな感じだったよね。こんな感じだったかな。お耳もふわふわ、お目目はどんなんだったっけ。こんな感じのお目目だったかな。鼻こんなだったんじゃないかな。首はこうで、こんな感じだったかな。首輪はこんな感じの色だったんじゃないかな。うん、確かこんな感じだったと思う。ラテの出来上がり、可愛く描けたんじゃないかな。二人のラテ出来上がり。ねえねえラテ、私の描いたラテと、それから私の描いたラテ、どっちのラテの方が上手だと思う？動画を見てるみんなはどう思ったラテ？ラテは二人の絵だとこっちのラテの方が上手だと思ったラテ。やったー。こっちのラテも可愛いけど、なんだか別のアニメのキャラクターな気がするラテ。あれ？そうかな？でも二人がラテのこと好きな気持ちすっごく伝わってきて、とっても嬉しかったラテ。動画を見てるみんなはラテのこと好きラテ？ラテのこと好きっていう人はチャンネル登録もしてくれると嬉しいラテ。他のお絵かき対決の動画もあるので、その動画も見てほしいラテ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバイラテ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。